チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩御飯の後のデザートは、こだわりのカスタードエクレア、北海道産生クリーム使用。これどこで買ったっけ、ドンキで68円やったと思う。多分食べたいと思います。はい、こんな感じ。めっちゃカスタード売ってん。めっちゃカスタード売ってん。カスタードぎっしり詰まってるらしい。重たいね、確かに。うん、結構重たいね。食べます。今日なんかめちゃくちゃ目が見えにくいね。ね、エネルギー217キロカロリーです。では食べます。あ、うどない。いや、美味しい。うんうん、美味しい。チョコがポロポロ落ちる。めっちゃ美味しいわ。別にね、バニラビーンズが入って本格的なカスタードじゃない、普通のあのシュークリームの、うん、普通のカスタードやけど、めっちゃ詰まってんねん。なんかすごいなんか幸せな感じだな。うん、これあの、うん、生地の上にチョコレートがめっちゃアクセントだし美味しいもん。これ安っけやねん、結構食べにくいけど、チョコポロポロ取れるけどね。口真っ黒けというかチョコつくけど好きやね。うんうん、でも運動会終わってね、今日金曜日の前から業界ゲームして遊んだんだけど、今更ねプレ2やってる。プレ2の、昨日紹介したやつ、開放速で買ってきたやつもう、パワープロ君のメジャーリューグ、パワフル実況パワフルメジャーリーグ、これやってんけどね。今更2006年度版や。11年前のゲームやってんけど、めっちゃ難しい。難しくて面白いやん。昔のゲームは難しいからね、今のはね確かに盛りだくさんになってて、で映像とか綺麗くなってて、で、難しい面は難しいけど、昔のほども当たり判定とか、いろんな処理っていうのが難しい、シビアでゲーム難しい、ある意味面白いよね、それも。ということでね、また楽しんでおりますよ。ここでね、あっちゃんこの後ちょっとライブの準備もしながらね、デザート食べて美味しかったですっていうことでした。はい、ちょっとライブの準備してね、初めて目薬して、目をちょっとね、休ませてからしようかな。ちょっと今日目がすごく霞むね。みんなのコメントをね、落とさず開いたいしねってことでね。はい、ということで、今日の後また準備して、ライブしたいと思います。ではまたね。バイバイ。